はい、どうも、受け合いのゆきです。はい、ということでですね、今日は購入品があるので、その紹介をしていこうと思います。はい、ということで、まずはこちら、じゃーん、よかったって、呪術廻戦ゼロの、このお菓子を買ってきました。甘さエビ塩味のエビせんのやつ、美味しいよね。これめっちゃ好きなんやけど。これはもうね、今回2個だけ買ってきました。全10種類。これ買ってきました。はい、これとあとね、ドンキホーテさんと東京リベンジャーズのコラボのやつをゲットしてきました。はい、まずこちら。はい、ということでキャラバッジコレクションを箱買いしてきました。これはボックス買いしてきました。はい、やばいよね。これはね、ちょっとちびきできる、ちびきすぐ大変そうだったので箱で買っていこうと思って、はい、そしてこっちはバラで買った。はい、こちらアクリルキーホルダーコレクション全6種を4つね買ってきました。はい、もうここに三谷くんとかがいてくれたら最高に嬉しいと思って買って、これで6,200〜6,300円ぐらいかな。で、3,000円につき1つ特典がつくので、はい、こちら2つ特典をゲットしました。はい、もうこの欲しさにちょうど6,000円ちょっとなるように買ったんですけど、はい、本当はね、このシリーズのあのクリアファイル狙ってたんですけど、ちょっと私がね行った時間がどうしてもちょっとね朝一で行けなかったんで、もうこれ販売開始してから少し経って行ったんですけど、まあ売り切れてるよね。本当に悔しい。もうアクスタもいなかった。ここはね残ってたんだ。この辺はね、この箱ボックスがね2つか3つぐらいまだあって、これも4つか5つぐらいあったんですけど、もう本当にクリアファイルとかもなくて本当にショックだった。残念なんですけど仕方がないということで、こちらを買ってきました。はい、ということでこれ開封していこうと思います。先にさ、ジュースパイさん出てこっかな。これから出てくる。いや、もうさ、こっちはさコンビニで買ったんですよ。こっちはねドンキだな。これはねドンキで買ってなかったからコンビニで見つけてコンビニで買ったんだけど、もうさ心臓に悪いよね。もうほんと開封って怖い。よし、いきます。せーの、じゃん。おう、パンダ先輩、これやばい。すごい、この、かっこよ。パンダ先輩でした。このトゲ君、本当に欲しい。はい。それで、2個目、いきます。せーの、じゃん。うん、キーピシュじゃん。やっぱ、かっこよ。めっちゃいい。かっこよくない？ちょっと待って、このシールはちょっとやばい、かっこいい。見つけたらまた買おう。やばいな、ちょっとテンション上がった。この時欲しいじゃんね、やば。はい、ということで今度こっち開けていくんだけど、ちょっともうね、ちゃんとさ、揃ってる方行ったら見よう。本当に一旦全部揃ってる方見ていこう。なんでもちょっとね、分かんなくなってる。はい、じゃあ一つ目誰からだろうかね。せーの、いやー、おじさんから来たじゃん、かっこよ。かっこいいんだが、このクリアファイルマジで欲しかった。通販でさ、ゲットできるかな。ゲットできそうだったら頑張りたい。2個目4日半だったでしょ、できるかな。2つ目だ、あれだ。せーの、ピッ、あ、ドラケンって、かっこいいね、ドラケン。でした。3つ目、まあね、この子はねコンプで買ってるからさ揃うんだけど、何番目に三谷くん来るのか。はい、行きます。3つ目、せーの、ピッ、お、今三谷くん来た、かっこいい、やばい、はあ、かっこいい。これは本当にクリアファイル欲しいやつだ。か
クソと次は誰だ、次はですか、せーの、ぴゃん、お、マイキー、あ、かっこよ、あー、かっこよ、これさ、普通に欲しいよね、やばい、なんか、シェフが先に来るか、タケミチが先に来るかだよね、いけ、せーの、じゃん、タケミチが先に来た、え、かっこいいよね、やば、かっこいいじゃん、この表情めっちゃかっこいいよね、はい、じゃあラスト3つや、あ、3つやじゃない、はい、じゃあラストはチフユだ、どんだけミチが好きなのか、じゃあ最後ね、チフユです、せーの、じゃーん、どうぞ、はい、チフユくん、やば、かわいい、いいね、もう最高じゃない、はぁ、もうちょっとここで一旦落ち着いてさ、はぁ、あとランダムでもうバラで買ってるから、これはね、あた、あの、6個入ってる新しく開けたっぽい箱から取ったから、かぶりはないなって確実だと思うよ、きっとね、開けてこう、かぶりはないと思う、だって開けたばっかしの箱っぽい6個入ってるのに使い方しちゃったから大丈夫と信じたい、かぶりはなしで三沢くん来てくれたらいい、よしよし、せー、あー取れない、せーの、ピッ、取れない、なになに、すごい取れんだけど、どういうこっちゃい、どういうこっちゃい、こいつでせーの、じゃん、あー、タケミッチだ、タケミッチでした、やばくない、このさ、好きやばいよね、かっこいいんだけど、よいしょ、誰だ、あ、本当に三谷くん来てほしい、これで本買ったら笑うよね、今せーの、ちゃん、あ、ドラケン、あ、ちゃんと安定のドラケンくんじゃん、うわ、待って、じゃあ、あと2個はさ、あの4人誰かってことでしょ、三谷くん本当に、はぁ、やだよ、三谷くん来てくんなきゃ、せーの、ちゃん、誰、あ、ちふゆ、チフユが来た、でこの前からチフユ、じゃあまた3人誰かでしょ、ああもう三谷くん来てほしい、本当にやばい、どうしよう、箱で買えばよかったって後から後悔したじゃん、これ絶対に、せーこっちだったね、こっち向きやんな、間違えた、そしてせーの、じゃん、いい、マイキー、ちょっと待って、ちゃんと三谷避けたし、この前からここ2人すごい来んじゃん、おー、マジかい、そんなことある、三谷くんがこうやったやだ、ここで開けとこう、はぁ、やだ、行きたくなった、辛い、食店一つ目行くよ、もうここで三谷くん来てくれればいいわ、せーの、ちゃん、あ、ちふゆだ、え、マジこれ三谷来てほしい、はぁ、どんどるん、はぁ、やばい、ちょっとなんかさ、最近すごいちふゆくんじゃん、この前から、もう私は三谷くんを求めてんなって、本当にお願い、せーの、あ、じゃあ、せーの、ちん、ある、かぶってるんだけど、結構やかい気を、結構やかい気だけど、本当にマジで、けー、みつやくんが今やった、悲しすぎる、ふふ、箱買いすればよかった、はい、ということで終わりたいと思います、ランダムで買ったら来ないんだよな、そうそう、そうなんだよ、あー悲しいはい、ということでこの辺で終わりたいと思います、じゃあまた次の動画で、バイバーイ。